それではただいまより、宮崎スペシャルデイズ、発表会見を始めさせていただきたいと思います。宮崎スペシャルデイズは、今年福岡ソフトバンクホークス公式戦、6月29日金曜日から、7月1日の日曜日までの3日間の3連戦を、宮崎スペシャルデイズと、銘打ちまして、宮崎に特化した、宮崎とホークスファンをつなぐ、試合イベントにしたいと思っております。続いてこのユニフォームのデザインなんですけれども、トロピカルリーフをあしらったデザインで、このリーフを使ったグッズ、宮崎キャンプの方から展開しております。まず、武田投手、ユニフォーム、はい、どうですか、このデザイン。そうですね、マンゴーだったりとか、キューガーナッツだったりとか、フェニックス、なんか宮崎らしい、宮崎だなっていう6勝のものですね。サービスデザインで非常にいいデザインになってます。あと、宮崎スペシャルデイズにかける意気込み、その辺を武田投手に伺ってみたいと思います。はい、僕は、先発ピッチャーなんで、当日に、がっちり、ハマってほしいんですけど、そういう、機会があればですね、宮崎のファンの皆さんと、ホークスをつなぐ、一つの、イベントでもありますし、そういう、宮崎の、PR も兼ねて、たくさん宣伝していけたらいいなと思います。そして、日本一のために、僕らも頑張っていくので、よろしくお願いします。はい、お配りしている資料にあります通り、このリーフをあしらったデザインを使ったグッズ今後展開していきまして、6月29日から7月1日の宮崎スペシャルデイズを盛り上げていきたいと思っておりますので、また、その日には皆さん取材の方よろしくお願いします。サンシャインレディーさんから一言あります。失礼いたします。今年で15年目を迎えて、ホークスキャンプが15年目を迎えました。これからも今シーズン日本一連覇に向けて頑張ってほしいです。6月の宮崎スペシャルデイズで宮崎を感じていただいて、皆さんにもぜひ宮崎に来ていただきたいと思っております。テレビの方も大丈夫ですか？